はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日ちょっとなんか雰囲気がね、違うと思うんですけど、実はですね、ルビアスエアリティっていうのが今年出るんですよね。はい。はい。ということで、ダイバさんの方に、取材を申し込んだら、まあ、軽い気持ちで申し込んだらなんか OK してもらえちゃったんですよね。多分フィッシングショーがないのでね、はい、やっぱりちょっと公開の場が少ないで、皆さんに触ってもらうとこが少ない、多分店頭に並んでから触るっていうよりか、ちょっと早めに皆さんの方に情報をこう、ね、教えたかったので、まあ軽く本当メールで、ダメですかって言ったらなんと OK いただいちゃって、こういうことになってます。はい。で、去年フィッシングショーで、説明していただいた戸出さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今年も、エアリティの方を、はい、ルビアスエアリティの方を説明していただこうと思っていますので、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、まずちょっと私の方があんまり今これが現行ですね、現行というかエアリティ新しいやつなんですけど、そんな情報をまだいただいてなくて、まあホームページで見たぐらいしかわからないので、はい、まずちょっとご質問したいのが、はい、現行の、ルビアス20ルビアスですよね、はい、とこのエアリティの違いをまず説明していただきたいんですけど、はい、こちら、20ルビアスになっております。で、今回発売するこちら21のルビアスエアリティになります。まず最大の違いなんですけれど、はい、ルビアスはザイオン製のモノコックボディを使っていたんですけれど、はい、今回はなんとマグネシウム製のフルメタルモノコックボディ搭載と。ってことは、イグジストみたいな感じってことですか。最高峰イグジストフラッグシップに迫る、はい、剛性軽さといったものを兼ね揃えております。はい。で、今回最大の特徴なんですけれど、フルメタルモノコックボディにより台は最軽量といったところを記録しております。なんと自重2500番で 170g、はい、2500番で 170g、はいはい、フィネスカスタムの2000番では 150g 記録しております、はい、こちらをフルメタルで記録したといったところで、まず軽さの方ばかり言われると、本当にこのリール軽いけど大丈夫なのかと言われるんですけれど、うんうんうん、フルメタルなので剛性も非常に高く仕上がっております。現行のルビアスも150だけど、はい、ザイオンですもんね。はい、そうですね。そうですよね、はい、だから今度フルメタルで、150ってことですよね。はい、はい、フルメタルと、ザイオン、ザイオン、カーボン含有樹脂といった形なんですけれど、まあ、ザイオンももちろん非常に強いんですけれど、そこをメタルで、同重量に並んでくるといった今回のルビアスエアリティ最大の魅力だと思います。はい、素晴らしいですよね、この軽さは。で、どうしてもその軽さばかり重視すると剛性の分心配になるところと、で、剛性の分はメタルでカバーしたといったところに対し、今度軽さっていうと自重ばかりにどうしても思われがちなんですけれど、ローターに関しまして、ザイオンの18イグジスト、こちら同仕様の超軽量のザイオンエアローター使っておりますので、巻き出しの軽さといったところも非常に魅力になっております。と、ギアに関しましては、超長ジュラミンのマシンカットのタフデジギアといった形で、こちらもダイワの最高峰のギアとなっております。じゃあやっぱりイグジストの、流用というかイグジストレベルに近いっていうふうになって、はい、多分金額見ると皆さん一番初めに思うのが、はい、そのルビアス、現行のルビアスと値段が、まあ、下手すると倍ぐらい違いますよ ね、 そ、 すね、はい、それで同じルビアスなのに、なんでエアリティはそこまで高くなったの、はい、もう2番目になるんですよね。そうですね、今までで価格的に言うと、価格的に言うと18イグジストありまして、はい、その下にセルテートとあったんですけれど、はい、今回新シリーズでその間に入ってくるルビアスエアリティというシリーズが入ってきました、ね、はい、そこを多分ね、皆さん一番なんでそんな金額が高くなって、じゃ高くなった分どうなったんだっていうとこだと思うんですけど、はい、それが今みたいに、マグネシウムになったりとか、はい、ローターでしたっけ、はい、ギアとかが変わってるってことですよね。そうですね、ギアも、ルビアスの方は、超長ジュラルミンのタフデジギアといったところに対しまして、マシンカット施しているタフデジギアといったところも、はいはい、こちらもフラグシップ同仕様のギアとなっているところと、まあ、やはりマグネシウム使っているといった素材的なところ、高い剛性を得つつも、軽さといったところを両立するマグネシウムとやっぱり、非常に高価な素材ですので、そちらの辺が影響してきます。あとベアリングの仕様ですね、はい、
11BB こちら入っております。はい、はあ、そんな入ってるの。なのでルビアス、スプール内のベアリングと、はい、あと、スプール内のベアリングですね、そちらがルビアス入ってなかったんですけれど、はい、今回はスプール内のベアリングも入ってるのでドラグ性能の部分でも、20のルビアスより上回る形となっております。ああ、そうか、はい。でこちらスプール互換なんですけれど、はい、ルビアスの方はタイプアルファ互換という、まあ、こちらの、はい、互換性があるんですけれど、はい、今回は EX 互換と言われる方ですね。18イグジスト19セルテッドで使われてた方の、まあ、より、価格帯の高い方で使わせていただいているスプールの互換性がございます。簡単に説明すると現行の20ルビアスの、スプールは今回のエアレティには入らないんですよね。入らないです、はい、そうなんです。そこがまたすごい、逆にすごいで、セルテートとイグジストのスプールがエアレティには入るってことですよね、はい、入ります、はい、だからそれだけ聞くともうそれでいかにも今回のエアレティはそのイグジスト寄りになってる、はい、ボディがなってるんじゃないかってやっぱ分かりますよね。そうですね、はい、すごいよね。なんでルビアスっていう名前にしたのかっていうところが一番なんかねあれですけど ね、やはり新シリーズね今回する上で、うん、やはり軽量系のイメージの強いルビアスといったところで、はいはい、今回もルビアスのさらに、ブランドアップした、性能アップしたところでルビアスエアリティとエアリティというような名前付けさせていただいております、はい、もうあれですね、エアリティって呼んだ方がいいですね。そうですね、もう呼ぶ際は結構もう、他のテスラサーナー含めて、はい、エアリティと呼ばれる方が多いです。そうですよね。でちょっと後であの皆さんにボディの方をあの詳しくアップで見せると思うんですけど、かっこいいですよね。ありがとうございます。あのこのロゴとか、はい、で私普段はイグジストを数台使ってるんですけど、なんかやっぱりちょっとそれっぽい感じはしますね。このゴールドも使ってるしデザイン的にで、なんか高級な感じがすごくします。ちょっとルビアスではないなっていう、まあ、こういう言い方ちょっとおかしいかもしれないんですけど高級感をすごく感じますね。ありがとうございます。あとクラッチレバーがなくなったんですね。はい、より軽量化目指しまして、はい、まあ、クラッチレバーももちろんオンオフあることによって、まあ、使い勝手いい部分もあるんですけれど、はい、まあ、そこなくすことによってより軽い自重を得ることもできますし、まあ、あと、フィネスカスタムの番手は違うんですけれど、ノーマルの2500番サイズより上はイグジストはこのドライブギアの両端にマグシールド BB 入ってたんですけれど、はいはい、やはりあれも非常に高価なベアリングでもあって、また性能も高い分多少自重があるといったようなところがあるんですけれど、そちらを通常の CRBB に変えることで軽量化も図っております。あ、はい、まあ、その他細かいところになるんですけれど、まあ、2000番サイズ、はい、まあ、トラウト等で使っていただけることは、多分私のジャンルがそこに、はい、あの2000番の S でしたっけ、はいはい、になると思うんですけど、 2000SP と今、2000S の、ハイギアタイプ2つ持ってきてるんですけれど、はい、まあ、細かいところまでこだわっておりまして、 SP の方、まあ、トラウトとか、まあ、ライトソルトとかでも使われる方多いと思うんですけれど、よりリトリーブの際に、まあ、指の腹の部分ですね、タッチしやすいような超軽量の、アイグリップのフィネスノブといったところ、小型のノブ採用していたりだとか、ただこちらハイギアの方は、まあ、軽量とかネイティブトラウトで使われることも多いので、まあ、よりしっかりと握り込める、まあ、ギア比が高くなればなるほど、はい、多少巻きの重さというのが出てきますので、ハンドルノブも違うんですね。ハンドルノブも、そこまでこだわってハイギアとノーマルギアでノブの使用さ、すごいな。じゃあ、まあ、スティーズエアとかいう、まあ、はい、タイプ、エアスプール搭載してた、はい、ベイトフィネス専用のリールで使われてたノブなんですけれど、こちらを汎用スピニングで初採用しております。やっぱりいろいろすごいですね。ありがとうございます。まあ、こだわり抜いて、そうですね、そうですね、出来上がってる感じがしますね。そうするとやっぱり値段もなんか納得いきますよね。逆に、イグジストいくら、7万くらいでしたっけ。7万円超えてきますね。そうですよね、はい、逆に、まあ、イグジストまでは行ってないけどイグジストに近いものが、まあ、今度5万7千でしたっけ、プラス消費税店頭で。そうですね、そうですよね、はい、で店頭だともうちょっと安くなりますもん、ね、まあ、あの小売店さんの値引きがありますので、はい、それが入ってくると高くないっていう感じはありますよね。かなりコストパフォーマンスの高いリールで仕上がってると思います。そうですよね、はい、早く使いたいなっていうのがまあ一番ですかね、はい、あと東出さん、あのですね、はい、最後にS の後に P とか H って書いてありますよね、はい、これあの、まあ、視聴者の方から聞かれたんですけど、はい、P は
PE ですかっていうそのなんかラインの違いじゃないですかって聞かれたんですけど、はい、そうじゃないんですよね。あ、そうですね。この説明をお願いします。はい、はい、こちら、私こちらに持ってるのが 2000SP、 こちらが 2000SH なんですけれど、はい、こちらギア比の違いでして、うん、P はパワーギアの略でして、はい、まあ、ハンドル、1回回すとローターが何回回るかといったところが、はいはい、H に比べて、ローギア使ってることによってパワーがあるので、はい、パワーギア、エッジの方は、ハイギアといったところで、まあ、ハンドル一巻きで糸を巻き取れるスピードが変わるといったところの違いになります。はい、わかりました。ありがとうございます。よろしくお願いします。